勤務実態のほとんどない2人を政策秘書として登録し国から支払われた秘書給与を騙し取っていた疑いが強まり警視庁は詐欺の疑いで辻元前議員と社民党の土井党首の後藤雅子元秘書らを逮捕しました逮捕されたのは社民党の前衆議院議員辻元清美容疑者と社民党の土井党首の政策秘書だった後藤雅子本名渡辺雅子容疑者 それに辻元前議員の元秘書は4人です警視庁の調べによりますと辻元前議員は衆議院議員に初当選した直後の平成8年11月からおよそ2年間にわたって勤務実態のほとんどない2人を政策秘書として登録し国から支払われた秘書給与合わせて1800万円余りをだまし取ったとして詐欺の疑いが持たれています後藤元秘書は 政策秘書として登録されていた2人を辻元前議員に紹介していたということです調べに対して2人はいずれも容疑を否認しているということです警視庁は辻元前議員と後藤元秘書を中心に秘書給与の流用などが行われていたものとみて詳しいいきさつや金の使い道などについて解明を進めることにしています